はい、ということで、ざれごと、たわごと、よまいごとの、MTF 塾上51歳の村田理香です。そしてツイッターやフェイスブックでは新年のご挨拶をしておりましたけれども、なんと今日は成人式の日なんですね。こんなに遅くなりましたが、動画の撮りは今年初めてになります。改めて、動画から、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、皆さんの年末年始お休みいかがでしたか？私は大したことない、本当に大したことなかったですね。いつもいつも口癖のように言ってしまいますけれども、庶民ですから貧乏人の、庶民ですので、限られた費用の中でしか炎上できないので、とてもじゃないですけどリア充そうではないので非リア充、イコール、庶民イコール貧困層、そしてその集大成が私村田理香というふうにくくっております。はい、新しい年になりまして、いろいろとチャレンジしていることはあるんですけれども、手探りで始めてる感じです。どうなることやらという感じではあるんですけれども、気がつけば今日は1月14日の成人式、成人の日なので、私の生誕、なんていうんですか、生命的にはおぎゃーと生まれてから、来月、2月18日で52歳に、なってしまいますので、カウントダウン入ったかなと。村田理香は12月20日なんですね。はい、女性名改名ができた日を定めて、12月20日なんですけれども、それで去年、9歳になりました。特に何があったわけではないんですけどね、バースデーだからなんだかんだってこともないですし、ましてや別にパフォーマーでは私ないので、一般生活者ですから、自分のそのね誕生日をね、なんか金儲けに使ったりとかそういうことはやらない人なので、はい、イベントも特になかったです。はい、ちょっと毒が出ましたけれどもそれ置いといて、52歳に、来月なるんですけれども、51歳多分最後のムービーになると思います。なんか51歳この1年間の集大成となるような締めくくれる言葉をなんかこうかっこよく言えれたらいいんですけれども、特にないですね。ただ新しいことを51歳の最後にちょこっとトライしてます。ご存知の方はご存知だと思いますけれども、クラウドファンディングなどを始めました。詳細に関してはご覧いただいていただければと思います。ツイッターでもフェイスブックでもGoogle Plusでもお伝えしてますので、簡単に言うと私は個人向けの野外周知をメインとした、AV 撮影のモデル活動をライフワークで行っているんですけれども、登録制ですから必ず運転免許証を提示していただいて、控えさせていただいて、毎金で、決まった、日にちの、拘束できる時間を皆さんの方で設定していただいてという活動なんですけれども、なかなかねこれがね、ちょっと出したくないという方もやっぱりいらっしゃるでしょう。
でもそれ出していただかないと、いわゆる犯罪抑止力にならないので、私一人でやってる人ですから、何か運営会社がついてる身分ではないので、ちなみに運営会社がついていても、大変なことが世の中起きてるっていうのは皆さんご存知ですよね。自分一人の身を自分でしか守れないので、後ろ盾があるわけではないので、せめてそのぐらいの犯罪抑止力は、保持しないと活動できないので、まあ、おかげさまで9年続けてますけど、ノントラブルです。何かトラブルがあったことはこれ1回もありません。まあ、なりかけたのはね、若干あるんですけどね、ちょっとこうやばい感じの人だったので、早々に退却しましたけれども、まあ、その武勇伝はまた置いておいて、でそういった活動をどうしても運転免許証は出せないっていう方でも、私のエロ動画は見たい まあ、簡単に言うと AV 女優パーソナルですけどね、今となっては、昔は事務所所属所属 昔は事務所に所属してる時もあったんですけども、まあその時で結局仕事はなかったんですけどね、フリーでなってからむしろ仕事が入ったぐらいで、前にもお伝えしましたけど、メーカーさんレイデックスっていうメーカーさんで、ニューハーフの、AV なんですけども、ニューハーフ初上っていうシリーズがあるんですよ。その中の主演のその女優さん、若い、多分私そこそこぐらいだと思うんですけど、まこちゃん、いまだにどっかに伝えあたりでも出てると思いますので、借りる勇気があったら借りてみてください。そのニューハーフ初上まこの作品に、ニューハーフママとレズルみたいなチャプターが1個ありまして、そこが私の初仕事でしたね。46、5、7、46ぐらいの時に ちょっと今給水します。なんかコーヒーなんですけど、ストローです。生めかしく飲みましょう。今感じました。拘束された待ち時間とかもあるんで、で私にはメイクさんとかヘアさんとかそういうの一切つかないんですよ 主演でも何でもないので、エンドロールにも名前出ませんし、パッケージにも出てませんし、ほんのちょっとチャプターのね、切れ端みたいなのがついあるんですけど、手渡しのギャラが、結局何時間拘束だろう、7時間ぐらいの拘束かな。シーンはそんなに長くなく、撮り直しもなかったので、7000円です。私の AV 女優活動として、なんていうんですかね、いわゆる販売用の AV に、出た、初のギャラ、初ギャラですね まあ、7000円です。今でも覚えております。安っなんて思いながら まあその1本しかないので、どうしてもその梨花さんの、演技、私の演技は生めかしく戯れると書いて演技という、言葉になりますけれども、まあそれは過去の YouTube ムービーを、見つけてください。どうしても見たいという方は、メンバーさんじゃないとね、村田理香と集中 AV なデートのメンバーさんじゃないと基本的に見れないじゃないですか。それを皆さんで、制作費用を出していただければ、私自ら、カメラマンさんを雇ったりとか男優さんなんかを雇ったりしなきゃいけないので、一人で全部やりますから 、そういう費用で、まあ、10万ぐらい、どうしてもかかってしまうので。クラウドファンディングなんかをやってますけど、集まらないですね、なかなか。あんまり興味ないのかな、私の映像には 何度もやったり、あるいはアマゾンで、その撮影のための小道具的なものも、皆さんからプレゼントしていただけたらありがたいな、なんと。
逆にこういう道具を使ってあのエッチになってください、その絵が見たいですみたいなご要望に対応できるようにAmazon の欲しいものリストなども急遽たくさん作ったんですけども、どうやらそれもうまく機能してなくて、のっけからつまずいてますね、今年に入ってから、なかなかうまくいかないです。で正月のお休みの時のお話なんですけれども、SNS であの上げてますけれども、1月2日の日に、スーパー銭湯に行ってまいりました。ワンルームでどうしてもあのユニットバスで生活しているので、こう湯船にこう熱々の湯船に浸かれないんですね。追い炊きもないですし、どうしてもやっぱり広々とお風呂に入りたくなるですよ。もともとお風呂好きの人なので、前世からあの汗ガーかきながら今あんまかきたくないんですけど、で場所はあの実家があの神奈川県川崎市、宮前区梶ヶ谷というのが実家なんですね。そこのとこにお墓があるので、実家の西福寺ってお寺なんですけども、村田家ばっかりなんですよ。もともと村田部落だったとこなんで、そこにの近くにあのキラリっていうあの水の口温泉っていう名前なんですけど、行きました。まあ、これもあの武勇伝になっちゃうのかもしれませんけど、あのよくあのこういうなんていうんですかね、 YouTube とかであのなんかこうなんだろう、ご自慢話に近いとは思うんですけど、あの私まだニューハーフですけど、あの男の子ですけど、女祖子ですけど、女風呂入ってきましたとか、私入っても全然チェックされませんでしたみたいなことを語るのありますけど、まあそれはそれでパフォーマンスで別にいいんじゃないですかというところなんですけど、ただあの私のように女性名を改名して女性として社会にあの成り立ってる人から見ると迷惑行為なんですよ、正直言いまして。あの私よりもパス度が高い方いっぱいいるのは分かってます。はい、全然いると思います。私なんかあの男性としてしっかりともう成長も何も遂げた後に、42歳、実際にあの女装をちょっと始めたのが38、9ぐらいからですから、もう男性としてのことをやり遂げちゃってからですから、まあ骨格から筋肉のつき方からお金もかけてませんし、無整形です、無美容です、何もしてませんから。ホルモンだって月1回しか注射打ってないので、錠剤ちょこちょこ足してる程度なんで、女性化なんてこんなもんです、この程度です。それよか未成年のうちからあの女性ホルモンバンバン打って、男性成長を止めて、今20歳ぐらいであの男の子とかあのニューハーフの子とか全然骨格から筋肉から女性ですから、それは女に入っても大丈夫だと思います。バレないと思います、ついててもあのそれはもう認めます、うん、みんなのが可愛いよってでももしそれが、なんかトラブルの元になった時には絶対面白おかしいニュースになってしまうんですよ、取り上げられてしまうんですよ。そうするとあのMTF の人とかニューハーフの人とかそういう人あのはやっぱりちょっとここくるくるパーなんじゃないのっていうふうに、社会的適合性ないんじゃないの、みんなコミュ障なんじゃないの、メンヘラじゃないのなんて思われても困るじゃないですか。そうじゃなく生きてる人いっぱいいると思います。なので私はあの受付では大抵大体あの女性のロッカーというか渡されちゃうんですよでそこでいつもすいません、あの全部まだ終わってないんで男湯の方でお願いします、ちょっとフロントざわつきます、一旦あの女性受付でしたのキャンセルなんかしながらで渡された鍵でのれんをくぐると、脱衣所、かなりざわつきます親切な あのおじいさんあたりは、あ お姉さんこっちじゃないよ、こっち男湯だよ、はい大丈夫なんです、ごめんなさい紛らしくて本当にすいません、それからまずスタートなんですね。実はあのキラリのお風呂って年1回ぐらい何気に行ってるんですよ、好きなんです。あの地元どうしても1回
お墓参りだとか親戚に会ったりとかいろいろあるので、どうしても入りたくなっちゃうお風呂なので。コツは、ざわつきを早め早々に終わらせるコツは、下からとにかく先に脱ぐもうポンポンポンと、もう下をささっと脱いで、で皆さんの方に反転する。そうすると、ああざわつきは、まあ とりあえず何ですか、がっかりも含めて、であとはこう脱いでいきますと、やっぱりブラを取ったりとか、こうなんかいろいろ髪の毛を準備したりとか、こういうのやってるとやっぱりちょっとざわつきますよね。二度見三度見も当たり前なんで、まあでも恥ずかしいといえば恥ずかしいですけども、でも社会的なトラブルを起こすことは良しではないですから、まあ、そのまま浴槽ガラガラ入りますね。私もちょっといたずら心があるので、このまんまで入っちゃいますメイクオンのまま入っちゃいます髪の毛なんかはそうですね、こうやってこういうふうに上げる感じで、こんなふうに、こんなふうに感じて、でタオルをこうやって縦にこう手ぬぐいを、まあざわつきますよね、それがね。まあ早々にタオルだけはとりあえず取って、ざわつきを収めて、まあ、入浴するんですけれども、まあ今回も案の定、一緒にお風呂にいる別のお客様から、まあ2日の日なんでとにかく混み合ってました。お正月休みなんて通報がありまして、男の人が私のとこまで来て、すいません、こちら男湯になりますので、男性の方じゃないですもんねって。もうそこもやっぱりこうお風呂こうやって入ってる状況じゃないですか。すいません、ちょっといいですかって、こうやってザバーッと上がって、こうちょっと下の方をこうアピールする感じで、基本タックインしてるセンターポールですから、それもたまたまちゃんがないので、だいたいもう自然体でこういう風になってるんですよ。自然体でこっち向いてないんですよ。こうに下に折り込んでるので、まして立っちゃうと、こう背筋伸ばすとこういう風に折り込んじゃうじゃないですか。ますます見えないんで、下から見てもらわないと。なので見ていただいて、まあ男湯は本当にずっとざわついてましたね、はい。まあでも皆さんには良きも悪しきも正月の、サプライズということで、ただし私はありなしで、玉なしなので、お年玉とはいきませんでした。うまいリカッチですすいません、そんなこと言ってる場合じゃないですねはい、でもざわざわとさせることはもうそれはもうしょうがないんですけれども、ただ法律的には男湯しか入れないので、そこは男湯入ります。ただちょっと面倒くさいのは、そういういきさつが全部終わった後に、館内着で館内を入れるっていうスパあたりになってくるとちょっと面倒くさいですね。男館内着を着せられちゃうと、今度館内のおトイレを男のおトイレ入らなきゃいけなくなっちゃうので、普段は女子トイレを使ってるじゃないですか。なので館内着はもらわないで、着替えていつもの女性の入れ出しになってからも、なるべくそこの館内のおトイレは使わないで、女子トイレ行っちゃうと、さっき人だって男湯入ってたのにとか、いろいろ面倒じゃないですか。基本的にそういったところも何かそのパフォーマーとしてパフォーマンスしたいわけではないので、できることであればこっそりひっそりと生きて暮らしたいと思ってる。ぐらいなんですよ。これ結構撮影中はこれ音ここ
入ってないんですけど、ケーブルのノイズすごいひどいですよね。すいません。はい、そんなことが、2日の日ありましたね。ニューハーフの方もまあその事務所勤めとかになっちゃうと、今度男湯入っちゃうと、なんかいろいろ諸問題があったりして、かといって女湯をねガムテペタ入ってね、私もできなくないですけども、それで何かあった時には本当に他の MTF の方が迷惑するじゃないですか、ね、そういう風にはしたくないので、むしろあの女性化にあの慢心してる、頑張ってる、社会的にも、そして女性名も、獲得されて、そういう風に生きていく、いずれもちろんあのお金の問題なんですけれどもね、お金さえあれば多分取れるんですけども、まあ、あのだからといってお金欲しさにあの女性らしさの生き様を、投げ捨てるのは私は本末転倒だと思ってますので、やらないんですけど、はい、まあ、それはあのいい悪いはまた置いておいて、まあ、取って最終的にあの戸籍も女性になって男性と結婚するっていうところまでの道の中で大きいお風呂入りたい、その時には潔くあのニューハーフ MTF、は、男湯入りましょう。遭遇できた方はあのラッキーと思うかどうかは定かではありませんけど、そんな感じであのお正月から始まりました。今日1月14日ですから、まだ明けましておめでとうって言っても大丈夫ですよね、きっと遅くないですよね。実はそんなこといつも私まだ初詣行ってないですねまだ行ってないというか、あのなんか私の中であのもう今年は行かない、神頼みしないなんかあの ちょっとあの貴様は日本人かっていうふうに言われちゃいそうですけど、うん、あの日本人ですよ、あの生粋の江戸っ子ですから、なんですけど、あの諸事情、私の胸の内の諸事情ありまして、あの私はあの神様はいるかもしれないけどいないと思ってますので神様も元をたどせば所詮同じ人間じゃないっていう考え方ですから、だったら人様にお願いするんだったら、自分の覚悟を決めようと、そういうふうに思ってます。そんな可愛くないことを言うからクラウドファンディングも集まんないし、アマゾンの欲しいものリストからも全然来ないし、またね、あのライフワークの村田理香と周知 AV なデートで私にあの野外周知でヒーヒーさせてやろうっていう思われる方もいないのかもしれませんね可愛げは確かにちょっとないのかもしれないです、うん、でも無理やり取り繕ったりあの媚び打ったりするの嫌いなんですよありのままに行きたいので、白は白と言いたいですし、黒は黒と言いたいですし、好きは好き、嫌いは嫌い。だって来月52歳ですよ。その年になってそれが言えなくて歩む人生ってどうなんですか。それはね、あの守るものがあって分かってるけどできないんであればそれもしょうがないと思います。私守るものも何もないんですから、もう本当に孤独で生きてる人なので、はい、もう子供とも生き別れをしてますし私に求愛をしてくれる方ね、その期待も応えられないんですよだって私まだ戸籍女性じゃないんですそれもなんかもどかしいですよね。はい、なのでもうありのままに生きてますから、ある意味可愛げない女です、いませんはい、ということで新年一発目の動画がやたら長くなりましたけど、あ、すみません、そういえばファッションチェックってありましたねファッションチェックいきましょうか。
こんな感じですね。実は家の中なのに このヒールを履いてるという、このおバカっぷり ヒール履いてます。そして今カメラがですね、ガクンとちょっとかしげちゃいました。なになに？さっきまでの映像のが良かったって？ だからそういう映像をあっちこっちのロケーションで見たいな。ぜひともクラウドファンディングで投資してください。支援してください。はい、ということで今年も、よろしくお願いいたします。はい、エンディングトークです。MTF 熟女、51歳の諦めないで的な村田凛香でした。ではでは、ポチッ。